ブラナの塔、ベラサ軍は10世紀から1218年にかけて、繁栄したカルルク、カラハンアサ、西領の中心都市。特にヤリツ大石によって、西領の首都となり栄えたが、内満王国の王子クチュルクが西領を乗っ取り、彼を追ってきたモンゴル帝国軍によって摂収された、後は水理していった。天山山脈の北陸に位置し、今日のキルギスの都市のブラ内石は、 ベラサ軍の移行と推定されている。7世紀から9世紀にかけての時期、天山山脈北麓沿いの地域では、ソグド人が建設した植民都市が繁栄していたが、ベラサ軍の建設時期はそれらの都市よりも遅いと考えられている。ウイグルの伝説では、ウイグルの思想部区藩が、生成の途上で建設したと伝えられる。東大には、特設の拠点として繁栄し、当の地理学者、 カタンが表した、同力には、採用城の東40里、熱海の西50里に位置することが記されている。10世紀の漢文資料には、ハイラ将軍城として現れ、11世紀後半の、マフムードカーシュガリーの、D1 ルガートアイコールトゥルクには、ベラサ軍の住民は、ソグド語とトゥルク語の両方を話し、ベラサ軍と呼ばれる、市街地とそれに隣接する。 クズオルドという城塞が存在したことが記されている。11世紀の中頃にカラハンアサが東西に分裂すると東部の首都となったが、後に首都機能はカシュガルに移る。漁師によると1132年頃、ヤリツ大石が精神して東カラハンアサを滅ぼし、この地で即位して西涼の首都と定めて、なおクズオルドに解消したという。また、 モンゴル帝国が侵攻してきた13世紀には、世界征服者の歴史の著者、ジュアイニーによれば、グッツ・バリグモス・ボリー・ガンマと呼ばれており、モンゴル側からゴボリックと呼ばれた。テュルク文学の最も古い作品、クタドグビリグを表したことで有名な詩人ユースフ、ハース・ハーチブは11世紀に、ベラサ軍で出生したと思われる。また、ベラグザンには、 多くのネストリウス・派キリスト教徒も滞在し、彼らの墓地が現存している。1210年に、清涼の君主ヤリツジカロイニシエが、タラスの戦闘で、ホラズムシャー町に敗れた時、町は清涼に反乱を起こしたために4万7千人の住民が殺害される。1218年に、モンゴル帝国が清涼に侵入した際、ベラサ軍は抵抗をすることなく降伏した。 現代の気候文には、野立大石にちなんだ、大石林木場、大石などの故障で記されている。14世紀に、ベラサ軍は、戦乱によって荒廃し、囲碁町の名前は市場に現れなくなる。今日のベラサ軍村から西へ6キロメートル、特幕の町外れに位置する、ブラナ地域は、かつての都市ベラサ軍の西の端であった。ブラナ地域には、ブラナの塔、特決時代に建てられた。 バルバルと呼ばれるイワズライン国の軍などの遺跡が存在している。ブラナの塔は11世紀に建てられたミナレットで、現在の高さは24メートルだが、建てられた当時は46メートルの高さがあったという。これは何、世紀にもわたる間に地震が何回か発生したためで、現在の塔も1970年代に修復作業が施されたものである。ありがとうございます。